の設定で始めましょう。はい、はい、はい、それではこんにちは。こんにちは。YouTube でご覧の皆様、初めまして。ベリビエールの2人です。イエーイ。鍵盤ハーモニカ、ミキさん。イエーイ。よろしくお願いします。ミキさんって頼みました。そうですね、はい、はい、もともとはミキでやってたんですけれども、今はミユキでやっています。こちらはピアノ即興詩人、川瀬博士さん。はい、長くてすみません。ピアノ即興詩人、川瀬博士です。よろしくお願いします。それでは40分間、こちら、初めてね、2人とも初めて来たんですけれども、相模大野の駅前にありますミュージックスクール、グルーヴさんの8階にある、フィフススタジオかな、はい、一番広いところです。では聴いてください。1曲目は何でしたっけ。まず、私たち普段はフランシス・レイさんの、そうですね、私はですね、今度こちら の会場にもこの、ね、チラシがありましたけれども、追悼フランシス・レイ、ストーリーという、ね、コンサートが10月に大々的にフランスのオーケストラが来てやるんですけれども、私はフランシス・レイさんのお葬式に東洋から参加した唯一の人間でございまして、フランシス・レイファンクラブの日本代表に勤めております。ピアノ奏者もともとずっと、はい、お付き合いがあったんですよね。はい、2001年からね、ご自宅に何回も行ったり、とてもフランシス・レイさんにはお世話になってましたんで、若い方に特にフランシス・レイにこんな曲があるんだということを知っていただきたくて、いろんなところで無料のコンサートをやっております。では、2人でね、はい、いろいろフランシス・レイさんの曲をまずやっていきましょう。まず、皆さんよく、はい、よく知っているある愛の歌と、はい、男と女をメドレーでします。はい、どうぞ。
ラブストーリー、アナミンファンでございました。では続けていきます。トレジュオンフォンス、そしてエモーションになります。1曲目はですね、フランシス・レイさんの中で、あの曲の中で多分日本人がみんな知ってて、大好きな曲かと思いますけども、映画白い恋人たちになります。1968年東京オリンピックグルノーブル大会の記録映画の主題歌ですね。で続けて、あのそのあと、まあ、70年代にね、結構フランシス・レイの曲日本で聴かれたんですが、ライブのね武道館でやったんですけども、そのフランシス・レイさんのクロード・ルーシュとの、コンビで撮った、CM、CF ですね、コマーシャルフィルムの、アコード、ホンダのアコードの、はい、CM ブローニーの森でね、撮影したものです、はい、それを続けて多分聞かれたら知ってる方はいると嬉しいなと思います。
ありがとうございました。のなんか軽快なリズムですごい素晴らしい音楽だったんですけれども、こんな感じで大丈夫でしょうか。はい、ではここからですね、ちょっとフランス生産に限らずのフランスのいろんな、曲を、ね、紹介していきたいと思います。多分聴けば分かる曲だと思います。次の曲はですね、コモント・ディ・ハデュー、フランサーズ・アルディ、フランサーズ・アルディの曲で歌で、ね、有名なさよなら教えて。でも原曲はね、ミキさんが知られたらアメリカの全然違う曲だったっていうのがね、最近分かりましたもんね。では多分皆さん CM でも使ってますからね。本当にいい曲がいっぱいあります。次はね、この際メドレーでいきますけども、ウォーターボーイズなんかでもね、よく、聞かれてた、あなたの虜、シルビー・パルタン、イフレジスティブルモンと、続けてやるのが、私の大好きなミシェル・ポルナレフさんの、トゥトゥプマシェジ、シェリーに口づけですね。
多分どっちもね、皆さん聞いてくださると思います。さて、次はですね、私のオリジナルです。今日はよろしかったらあの CD もね、持ってきてますので、後で見ていただきたいんですけども、いろいろ作りましたけども、みきさんに気に入ってもらった曲が、ジュンフィウ・メランコリック、放題が、サンジェルマン・デプルの朝と言います。ではこちらをお聴きください。まあ、名前がベリビエールというのは、ミッキーさんの美しいという、ね、言葉がフランス語でベル、で私が川瀬の川で、ビディエールということでくっつけてベリビエールなんですけれども、単独でも一旦活動しています。ここからはミッキーさんのソロの時間を5分間どうぞ。5分間だけなんですけれども、お付き合いください。いつもは大体ソロをよくオープンマイクとかもそういうのなんですけれどもやっています。今日は一応ちょっとフランスっぽい曲を1曲、スタイルミゼットという曲を一人でやるのと、その 2曲目はルパン三世のテーマの80年度バージョンをやりたいと思います。Thank you.
よく吹いているので知ってる方いらっしゃるかわかんないんですけれども、ルパン三世の80年度バージョンをやります。ソロの時間いただきます。いろんなストリートピアノで、即興演奏してますのと、まあ、今日 の, このライブもそうですけれども、私の演奏は全部即興なので一度限りの伴奏になってます。まあ、それに耐えて演奏してくれるのが三木さんですよね。で今日は配信やってますね、 YouTube の方で。ただ、今のところ特に私へのリクエスト曲はいただいてないようなので、まあ、会場の皆さんからもすでにいっぱいいただいているので、割との夏の曲が多いんですけども、この辺を、メドレーでやろうと思います。Thank you.
まだ一つの時間あるので、私のオリジナル曲もう一曲お願いします。イモートレゾール、私の宝物。やられるイルミをちょっとお借りしまして、もうほとんど メドレーのような形で、はい、最初に戻ってね、またフランシス・レイさんの名曲を、2曲やっております。2曲も続けてやりましょうね、ジャン・ルユマンという曲と、それから赤い玉というレジスタンスという映画がありまして、はい、その映画の中の途中も早い曲なんですけど、はい、頑張っていきます。いいやつありますですね。では行きましょう。One, two, three. Thank you.
ありがとうございました。フランス名称の曲に伝わりますので、ね、それからもます。ちょっと宣伝ですけれども、今度9月30日の夜は、横浜、天皇庁の近くですね、岩間市民プラザの無料コンサート、その後も12月10日が、二俣川、来年1月の21日の鶴見まで無料コンサート入ってます。それから私の方はですね、個人的にはネズム東京、浜松町とか竹芝から近い、16階 の、 真正面にスカイツリーが見える夜景の綺麗なところなんですけれども、そこのショーケースを担当してますので、次回は9月2日、こちらがピアノソロ、24日は、菅谷のさんと歌の人との、ね、コラボをやります。ミキさんもね、いろいろ、この2人は12月なんですか。12月の2日に、はい、また登場しますね。ビボーンというところで、ビーボーン、あ、ビーボーン練馬にありますビーボーンというところでやります。はい、では楽しみに、今日はありがとうございました。ミキさん、はい、ありがとうございました。この後もお会いしましょう。すごいですね。そんなぴったりできるもん。抜いていいですか。ありがとうございました。